ジャパンソサエティは1907年明治40年にニューヨークに設立された米国の民間非営利団体です。今日のグローバル社会における日米間の相互理解を深めるため、政治経済芸術文化教育など広範囲にわたるプログラムを催しています。ニューヨークにあるジャパンソサエティ本部ビルには劇場とギャラリー施設があり、劇場では年間を通じて古典からコンテンポラリーまでのさまざまな舞台公演や映画の上映会を主催し、食や建築などの文化講演会を行っています。またギャラリーでは日本の古典から現代美術までメジャーな展覧会を企画開催しています。さらに日本語や書道教室をはじめ多岐にわたる教育プログラムを運営するなど、アメリカの方々に日本文化に触れ学ぶ機会を長年にわたって提供しています。また日米の政財界のリーダーを招聘し、金融、国際ビジネス、外交政策などをテーマに講演会やパネルディスカッションも開催しています。日米学生の国際交流やさまざまな分野で長年活躍をしているリーダーたちによる交流プログラムもジャパンソサエティの重要な活動です。私の祖父六世野村万蔵、父の万作、そして私野村万歳、さらには私の長男の勇気まで4代にわたってこれまで幾度となくジャパンソサエティを訪れ、古典の狂言のみならず新作狂言までアメリカの人々に披露する機会をいただいてきました。ジャパンソサエティの活動は幅広く多岐にわたりますが、少しでもジャパンソサエティと関わった人であれば思い浮かべるものは同じです。それはアメリカに住む人々の日本に対する深い興味、日本文化への愛情熱意、日米交流を通しての絆です。明治40年ジャパンソサエティが設立された御三会に集った日米両国の実業家や特使家からなる創立メンバーたちは、米国と日本の友好を促進し、日本の思想、芸術、科学、産業、経済環境に対する米国人の理解を促進するという使命を掲げました。それから一世紀が経った今も、その思いはより一層の情熱を持ってここジャパンソサエティで受け継がれています。